小石丸は、蚕の日本在来種の一つ。宮中の御用産所における皇后大屋蚕に用いられる品種で、非常に細く上質の糸を産する。近似種に、小石丸と海外種を掛け合わせて作られた、新小石丸がある。奈良時代より飼育が開始された品種。眉から取れる糸が、剣種として、著名な蚕とは大きく異なる点がいくつかある。 明治時代までは日本における養蚕の主流であったもののその後は飼育生産効率が良い交雑種の蚕に切り替わった現代において民間での飼育数は極めて少なく宮崎県綾町など数カ所に止まるこのため普通の蚕の眉よりも高値で取引される宮中では近代以降産業振興の意味も込めて 歴代皇后が養蚕を行っている。昭和天皇の記載である皇順皇后は昭和天皇が即位の礼を行った1928年より養蚕を行っており、1947年6月3日の記者会見で古い日本酒を保存したいと思って小石丸も飼っていますと当品種を紹介した。明治から大正にかけて珍重された品種であったが、 生産性が低いため衰退し、昭和末期には宮中に残るものも廃棄が避けられない状況だった。しかし、1989年に平成の戦争を迎え、新たに皇后美智子が養産を引き継いだ際に皇后の遺構で小石丸の飼育がわずかながら継続された。1994年に小石丸が焦燥院にて保存されていた。 気の織り物の復元に必要であることが判明し、増産を経て、16年間、焦燥院に対し小石丸の眉を提供した。復元は2010年に終了した。ありがとうございます。